今回のテーマは長篠・設楽原の戦い以降、勢力が衰えた武田領に織田・徳川・北条の勢力が侵攻した甲州征伐について図解します。元亀3年の西条作戦では、徳川家康の軍勢を圧倒した武田軍であったが、信玄の病状悪化により撤退。徳川家康は織田信長の同盟者であったため、それまで同盟関係にあった織田と武田は敵対関係となる。天正3年5月、長篠・設楽原の戦いで武田勝頼軍は織田・徳川連合軍に大敗。山形正景など重臣を多く失ったことにより、武田領内は動揺し不安定な状況となった。長篠・設楽原の戦いの直後、武田勢の弱体化に乗じて織田信長は東美濃の岩村城を包囲した。武田勝頼は義弟の木曽義政に岩村城の救援を命じるが、財政的な理由で木曽はこの命令を拒否。岩村城は落城し、美濃方面から織田の脅威にさらされることになる。武田勝頼は高宗同盟を結び、北条氏との関係を強化。しかし上杉氏の家督争いの過程で北条氏と敵対関係になり、同盟が破棄される。これにより武田家は三方向の敵と対峙することになった。天正9年の高天神城の戦いで武田勝頼は援軍を送ることができず、信望を失う。天正10年2月1日、木曽義政が織田方へ寝返る。木曽の寝返りを知った武田勝頼は激怒し、木曽義政の生母、側室、子供を貼り付けにして処刑。木曽征伐として武田信豊隊5000が先手となり、木曽谷に攻め込んだ。武田勝頼は1万の軍勢を率いて出陣し、上原城に入った。2月3日、織田信長は木曽一族の殺害を知ると武田討伐を決定。同日、森長吉の織田軍先鋒隊が岐阜城を出陣。2月6日、織田軍先鋒隊は木曽口と稲街道から信濃に進行。織田軍の信濃進行とともに織田方に寝返る在地領主が続出。2月14日には松尾城の小笠原信峰も織田軍に寝返った。2月12日、織田軍本隊の織田信忠と滝川一益が岐阜城から出陣。2月16日、織田軍の支援を受けた木曽軍と武田軍が鳥居峠で戦い、木曽軍が勝利した。2月18日、織田軍本隊は飯田まで進軍。2月18日、飯田城主の保科正直は城を捨てて高遠城へ移動。飯田城放棄を聞いた武田信門は戦意喪失、大島城から逃亡。2月18日、徳川家康が浜松城から出陣。2月20日には田中城を包囲。2月21日に駿府城まで進んだ。徳川家康は瞬く間に駿河を制圧した。北条氏政は小仏峠や三坂峠の総攻国境に先鋒隊を派遣。2月下旬に駿河東部に進軍。2月28日には徳良城などが開城。神津家方面では北条氏国が前橋城を包囲。
織田信忠軍は仁科信盛の籠城する高遠城を包囲。信忠は高遠城の仁科に僧侶を使者にして黄金を送り開城を促す。仁科は僧侶の鼻と耳を削いで信忠に送り返した。3月2日、高遠城を包囲する3万の軍勢が総攻撃を開始。高遠城は落城し、城主仁科信盛、小山田正成らは戦死もしくは自害した。武田勝頼は高遠城の援軍を諦め、諏訪上原城から新府城へ撤退。勝頼が新府城に帰還した際、1万人いた武田本隊は1000人にまで減っていた。織田信忠は高遠城を制圧した翌日、末月峠を越えて諏訪に進軍。木曽軍は信濃の要衝である深志城の攻略に向かった。織田信長は3月5日に安土城を出発。翌3月6日に揖斐川に到着。武田方では武田勝頼の長男信雄は新府城での籠城を主張。真田昌幸は岩櫃城へ逃れることを提案したが、勝頼は小山田信重の岩殿城へ逃れることを選んだ。武田勝頼は3月3日に新府城を放棄して小山田信重を頼りに逃れる。この時多くの武将の妻子が取り残されたまま城に火が放たれた。勝頼に付き従う家臣は200人を切っていた。織田信忠は3月7日に甲府に入り、武田一門や重臣を探し出し処刑した。岩殿城を目指して進んだ勝頼一行であったが、3月9日夜、小山田信重は軍内の入り口を封鎖。勝頼一行を招き入れると見せかけて鉄砲を打ちかけてきた。小山田信重の裏切りにあった勝頼一行は岩殿城行きを断念して天目山方向に向かった。3月11日、武田勝頼一行は天目山手前の田野で滝川一益隊と対峙した。天目山で織田軍と対峙した際、勝頼に最後まで従った土屋正恒は片手千人斬りの異名が残るほどの活躍をした。土屋らの奮戦により勝頼は最後の時間を迎えることができ、天正10年3月11日午前11時頃、武田勝頼は自害した。これにより甲斐の名門武田氏は滅亡した。武田勝頼を裏切った小山田信重は織田家への仕官を試みたが、古今東西の不忠者として処刑された。武田家臣団は織田信長により処刑対象とされていたが、徳川家康は密かに徳川領内への潜伏を進め、後に多くの旧武田家家臣が家康のもとで重要な役割を果たすことになる。